お疲れ様です。即家塾の久保です。え、そして気になる男シリーズの変身動画でございます。今回は265話になります。1話1話、内容のあるものをお届けしようと、私もね、日々、えー、このコンテンツ配信に努めているわけなんですよね。まあ、前回も、まあ、パン屋さんになぞらえて、パン屋さんって商品を店先にバーっといっぱい並べますよね。それこそ、何百個ものパンを焼いて、店頭に並べるわけですよ。でも、その全てに価格がついていて、ただのものは1個もないんですよ。 ただもののものは1個もないようなつもりで作ってるし実際1個たりともお客さんどうぞあげますよってものはないと思うんですよで私たちもねパン屋さんと同じように日々仕事をしてるわけなんですよねそれは動画を作るっていう仕事ですパン屋をやるときにはパンを作るための大きなお店が必要だったり仕入れ先取引先さん結構従業員さんも使うと思います専門の重機もいるでしょうでもも私たたちはそういういのなしにただ カメラやスマートフォンに向かって、まあ、物事をね、喋っていくだけ、情報を発信するだけなんで、そういった意味で込めてみると、パン屋さんよりも簡単なことをしてるんですよ。作業的にはね。作業的には簡単なことでもだからこそ、質の高いものや、内容のあるものをお届けしないと、誰も食べてくれない、美味しいと言ってくれない、また食べに来てくれる、買いに来てくれるってことがないわけですよ。つまりこれが、再生数の鈍化ですとか、低下ですとか、チャンネル登録の お増えない原因だっったたりり解除の原因だだすするわけなんですよねだから一個一個、パン屋さんがパンを作る気持ちで勝負なんですよ。まあ漫画家さん、秋元康さんという漫画家さん、えっ、ー、とね、こち亀の涼さんっていうね、漫画を書いてましたけども、あの方もね、インタビューでこういうふうに答えられてます。秋元康さんは、秋元康さんじゃないよ。名前違いましたね、すいません。秋元治さんか。<laughs> 秋元治さんは、 まあ、コチカメっていう漫画をもう何十年も書いてらっしゃいますけども、なんでそんなにたくさん漫画のネタがあるんですかっていうふうにインタビューで聞かれた時に、こういうふうに答えてるんですよ。まさにパン屋さんを例にとってます。私たちは漫画家なんで、ネタを作るってことを毎日の仕事にしています。だからネタが尽きるってことはありません。パン屋さんのことを考えてみてください。パンを作ることをやめた日って、店頭にパンって並ばないでしょ。 だから同じようにパン屋さんがパンを作るように漫画家は漫画を作るネタを作るのが仕事なんで別に当たり前のことをやってるだけですよとネタが尽きる尽きないっていうことではないんですってことを話しました私たちも漫画家ではありませんけども情報発信によっていわゆる漫画コンテンツと同じような動画コンテンツを作り出してるわけなんですよだからネタが尽きるってことはないですしネタって何っていうふうに定義づけるときに私は動画の一つ一つに必ず1個以上の問題解決発見 気づき、成長進化売り上げってものが入ってるかどうかっていうのがコンテンツの意味もしくは無駄なコンテンツに人を巻き込んでしまった罪や責任だと思ってるんですよで今回もねこの気になる男シリーズを通じて一つの問題解決を提案したいなと思いますそれはですね分からないことを放置しないってことなんですよ前回私はタカさんに対していくつかの 質問ししてみましたこれに順番に回答してくださいねみたいな。あれから回答いただけてないんでどうしちゃったのかなと思うところがありますけどももしね回答に困ったんだったら出題者に聞くってことをすればいいんですよ。出題者は少なくとも回答を持ってますんでね。じゃあこれについては分からないんでちょっと教えてもらえますかでもいいですしまあいろいろ考えたんだけどこういうことかなと思ったんですけど久保さんの見解はって聞くと。 私はこういうふうにやってますよっていうふうにスッと答えてその私の考えや思考がそのまんま視聴者さんもしくはタカさんのまさに頭脳になるわけなんですよまあもちろんその上で採用しないとかねこれはちょっとあまりいいアイデアではないですねっていうふうな選択はあると思いますけどもただ私は出題して以上答えをいくつも持ってるってことなんですよですのでそれを掴みに来ていただきたいかなと思いますそれがねないかなっていうところはちょっとこう 残念ななととこころろいうか気になるところですよねまさに気になる男シリーズですよね。<laughs> 気になってますよ。<laughs> あのことはもういいんでしょうか <laughs> みたいなね。問題解決したんでしょうかっていうところでございます。えー、それから意意味味ののある動画の価値とかかいう,ふうに書かれてましたねどうしたら人が見て意味のある動画を作れるだろうかっていうのはありますけどもまさにこの気になる男シリーズって私とタカさんのこう2人で語っているやり取りなんですよね。 で、他の視聴者さんもいるかもしれませんけども、基本的には、まず第一に、タカさんを私に送っている。私はタカさんに送っているっていう対面なんですよ。ワントゥワンっていうのはそういう意味です。リレー動画っていうのは、ただ動画のやり取りしてるだけじゃなくて、私とタカさんの会話なんですよね。ということは、私はタカさんに、この動画を見たら、どんなタカさんが成長や進化とか発見につながるだろうかってことを、タカさんのことだけを考えてやってます。ね、それと同じなんですよ。タカさんは、どうしたら、 何意味のある動画を作れるだろうかっていうふうに考えた時に私がお「なるほどね」と思うようなものとか「あそれ知らなかったな」と「さらに教えてもらえますか」っていうふうに私が動画の中でねタカさんにもう一回聞きたくなるようなもっとアプローチしたくなるようなもっと深掘りしたくなるようなそんな情報発信を私に届ければいいんですよ。で私以外の人は誰が見てるか分かりませんし他の人には毎回見る義務はないんですよね。 でも少なくとも、タカさんが作った動画、キーナーとクシリーズは私は100%見るわけですよ。100%見て100%反応するわけですよ。ということは、タカさんにとっての視聴者さんっていうのはね、私がマストなんですよね。その他の方は見ない可能性もあるわけですよ。たまに見るぐらいかもしれませんし、毎回は見てないんですよ。これはもう明らかですよね。だって私に向けてる動画ですから、メールで添付して URL 送ってるわけですから、その上で私がその動画をクリックしない、メールを見ないっていことはまあ考えられないわけですよ。 ということは、タクさんは、どうやったら意味のある動画を作れるだろうかっていうのはね、もうちょっと深掘りして、この言葉を考えてみると、どうやったら、久保さんにとって意味のある動画を作れるだろうかっていうことを問いかけながら、よし、この動画は久保さんにとって意味のある動画だろうなと思ったら送信すればいいわけなんですよ。私以外の人のことを考えるときっていうのは、私以外の人に向けた動画を作るときなんですよね、まあ。例えばね、私は50歳、家族持ち。 そそんんなな背景があります。すででももうじゃいい方もいるんですよ。例えば今回の動画は30歳で転職を考えている方30代で転職を考えている独身の方男性に向けて送ろうとする動画ならそういった方の問題解決を含めた動画を作ればいいんですよただ明確な視聴者さんはまだいませんただその動画に対してこれはいい動画だなと思ってくださった方っていうのは高い確率で30代で 転職を目指している方なんですよということはその動画に対して反応が良ければ再生数が良ければ同じシリーズを繰り返し作っていけばいいっていうことになります。これがアクセスやチャンネル登録を呼び込むための動画の作り方なんですよ。人人気気ののなないい動画を量産したら人気のないチャンネルができるだけなんですすよねですでのたまにはねこう自分の作った動画をバーッと並べてみてで あここは特筆する再生数が上がってるなとかねアナリティクスを見てこの動画はチャンネル登録がちょっと極めて起きてるなと思ったらその動画のパート2パート3っていう続編を作っていくそれが再生リストなんですよねで今私がお話ししたことっていうのはどうやったら再生数が上がるかどうやったら視聴者さんが寄ってくるかっていうことに対する問題解決の動画です え付け加えて言うと自分の動画がどんな効果を出したかっていうのは YouTuber なら毎日チェックするべきですよね少なくとも1日1回そうすることによって今日の活動がどうマーケットに評価されたのかが分かるんで次の動画を作る時のヒントになるわけですよこの動画シリーズは終わっていこうこの動画シリーズは強化していこうっていうふうな自分のチャンネルが育つための活動ができるわけですよねそれを繰り返していくからこそコツコツなんですよただ ずっと動画を作ってきたからその続きをなんとなく作る。数字を追いかけない動画の作成っていうのはコツコツではなくって、まさに時間の無駄、コミュニティを作ってしまってるってことなんで、これは先細りしてノックアウト食らっちゃいます。そして YouTube の世界にはこういう人がたくさんいるからたくさんの人が退場していくんですよね。だから続くように、少なくとも私は10年間続く方法をやってきたという明確な証拠と実績があります。10年間やってるわけですから。じゃあ、10年間やりたかったら、 私と同じとは言いませんけども、私と似たようなことをやっていくっていうことになりますし、10年も持たずに退場した人の真似をすれば、退場する人の例を踏むことになりますので、まさに二のつてを踏むってやつですよね。ちょっと危ないかなっていうところがありますね。その上で、10年続く人、20年続く人、まあ20年ってのはいないと思いますけども、10年以上続く人が何人かチョイスできたら、その中で自分のスタイルとお合ってる人とかね、自分に対して、 優しく丁寧な刺激を与えてくれる人たまには厳しく指摘してくれる人を選んでいくっていうことになるのかなと思いますまあこれがね一人で稼ぐは一人じゃないってことなんですよ必ず自分の先を行く人の背中を追いかけるところと背中を追いかけながらもその人と同じルートを通らないっていうことですよねここを使い分けていくことで素晴らしいチャンネルと素晴らしい収入が出てくるんではなかろうかと思いますその上にねたまに商品を並べるってことですよね、はい で、1月31日、えー、21時から、この、ズーム対談、またありますけども、まあ、楽しみですよね。それまでに、もたくさんの問題解決をしながら、この気になる男シリーズを作っていければなと思っております。では、以上でございます。ありがとうございました。